服部正成は、安土桃山時代から、江戸時代にかけての武将。通称は半蔵、あるいは現在門で、一般に、服部半蔵の名で知られている、服部正りの長男。母は、徳川家康の家臣である、長坂信正の女子と伝わる。性質は、松平定勝の長女松尾。子は、服部正幸、服部正時、服部正春。 には岩見守る。青年については天正四年と永六八年の説がある。父である、服部正重の病死により、二十一歳の時、服部家の家督及び服部半蔵の名と、五千手鉄砲柱、り木なき、伊賀同心二百人の支配を引き継いだ。正室の松尾は、自身の祖母であるおじ、徳川家康の母であるお台の方に次女として、仕えていた。 松尾の父は、家康の威府帝の松平定勝であり、縁組が決まると、松尾は、家康の養女とされた。松尾との婚姻後、お台の方への返礼のため途上した正成は、家康より秋、広志の刀を賜っている。慶長5年、関ヶ原の合戦の前の6月18日、初代名を動員して、上杉影勝討伐に向かう家康が、石部塾に到着した。 しかし、西軍とされた、長塚正家の策謀を疑い、長塚の領地である、水口城下を、夜間密かに通り抜けた際、本田忠勝、渡辺守綱、水野正茂らと共に護衛に当たった。正成ら鉄砲頭は日縄に火をつけた、臨戦状態で警戒した。6月22日、正成は、上杉影勝の支配する白川小峰城に、向け派遣された。 大田原春清の援軍として、皆川広照、皆川高津らと共に下野国の大田原城へ入り、家康より預かった鉄砲の配備し、また、宇都宮の守備に当たる。この時、大田原城に運び込まれた鉄砲の数については、資料により、鉄砲百丁、長刀の鉄砲十丁、大砲十丁、大砲十五丁などの差異がある。 9月15日の関ヶ原の合戦の本戦には参加せず、下付家黒羽城にて、親族の服部田リタ岡部長森、黒羽城主大関史蔵、千本義帝と共に、対上杉として防衛にこもっている。また、8月中に白川城の偵察に伊賀者を3人送り込み、その報告を検討した上で、岡部長森と共に、 徳川方杯上杉軍総大将の結城秀康に、速やかに白川城を攻めるべしと進言したが、秀康は家康から主政を厳命されていたこともあり、今は形成に従うと沙汰され、白川城攻めは中止となる。翌慶長6年7月、正成は、鉄砲山頂と玉役を資料付武具として残し、大田原城を退去し、その後は、江戸にて秀忠に仕えた。 服部家には多くの伊賀社が関わっていたことが推察されるが、その中の一つ、伊賀同心200人組と呼ばれる組織は、服部家の家来ではなかった。彼らの多くは、伊賀越えにおいて、家康一行を乙木峠まで送り届けた伊賀の地侍とその家族であり、後年、家康は徳川家に主観を望んだ彼らを徒歩同心の身分で召し抱えることとした。その際、家康は、 先祖が伊賀の合詞であるという理由で指揮権を、服部正りに預けたのだが、彼らは、自分たちは、徳川家に雇われたのであり、服部氏の家来ではないこと、正さの先祖が伊賀を出て、三河に住んだこと、伊賀における、正さの価格は自分たちよりも下であることを理由に、悔しく思っており、徳川家からの命令で仕方なく従ったとされる。この確執は、正さの死後、指揮権を引き継いだ。 マ成の代も続いたとみられる。慶長9年、江戸工事町の服部屋敷が江戸城火事の累承により消失した。この屋敷の再建の際、不審のお手伝いを申し付けられた伊賀道真の一部が、マ成の屋敷の不審を自分たちが行うのは道理に合わないと目安で訴えたため、マ成は幕府から審議を受けることになった。伊賀道真らとしては、 自分たちは幕府に召し抱えられたのであり、服部氏りの、家来ではない、服部氏りから屋敷再建の手伝いの命を出されたり、手伝うことに、服部氏りから都がを受けたり、企業について指図されるのは、筋が通らない、という考えであった。しかし、幕府による、戦意の結果、岩見守るに、利文があるとされ、伊賀道信たちは残らず、取り調べられ、目安を当時と遠くあがてた。 長本人の七人が初罰を受けた。この伊賀同心たちの取り調べの間に、正成の身内に病人が出た。正成は、将軍秀忠とのお目見えを控えていたが、密かに見舞いに出かけ、夜更けになり、帰宅の途に着いた。その折、何者かが行きがかりに正成の家来を突き倒し、増言を吐き刀を抜いて向かってきたため、正成は、やむを得ず、相手を切り殺した。その際、 相手は、伊中寺配下の足軽であったことが判明した。翌日、上中に上がった正成は、前夜の事件を老中に報告したが、老籍者を成敗したのは、最もなことであり、先日の伊賀同心の訴えについても正成に理がある。とはいえ、お目見えの前にかかわらず使用で夜間に外出したことは、おじどであると沙汰され、12月2日に会役を、申し付けられた。なお、 会役の時期については、慶長9年ではなく、慶長10年としたものや、慶長10年2月に、ハット岩見が、江戸州鉄砲奉行として、将軍上洛にグ部し、同年12月に、会役とした資料もあるが、正成の子孫である大ハットや、小ハット家の家父をはじめとする、慶長9年会役と記した資料には上洛グ部,部の記述はなく、一部の資料中においても、 その点が指摘されている。服部岩見の名は、服部家の家徳を継承し、服部半蔵を務める者が代々名乗ることから、慶長10年の上落に区分したのは、正成の弟である、服部正重の可能性もあり、今後の研究が待たれる。慶長9年12月の会役後、正成はートである、松平貞勝の預かりとなり、 最子と共に貞勝の所領の東と海国掛川へ移り沉居となった。この間、正成は松尾との修言の際に家康から送られた秋、広の刀を掛川の神社に収めている。慶長十二年、松平貞勝の伏見城代就任に伴い、正成も伏見へ同行し、沉居を続け、許されて、貞勝に仕える身となった。慶長十九年、 大阪の陣が始まると、正成は軍港に励み己のれの不始末を詫びて働く、ことで挽回したい旨を、松平貞勝に訴え、徳川軍の越後高田藩主、松平忠輝の陣中に加わった。忠輝の陣に着くと正成は、某が五千手を捕まつる、不調法を浴びるべく、一命を果たして使えると願いで、これが聞き届けられた。翌年の慶長20年5月7日、 家臣の長島五座右衛門を伴い天皇寺口の戦いに赴いた正成であったが、戦の最中行方不明となる。正成や従者、家臣はすべて討ち死にしたとみられ、彼らの遺体は見つからず、妻子らは戦死の法のみを知らされた。戦の後、遺体がないまま紀州高野山山中正元寺にて、葬儀が行われ、法号は両銀殿前、石州全室山広大孤寺とされた。 皇后の三伏見の三保寺に残されているが、墓や供養等はないという。正成の死後、幼い息子たちは、母の松尾と共に、定かつ夫婦の下で養育され、成長した後は、松尾の弟であり、桑名藩主となる、松平定綱に仕えた。正成の海役あるいは、内寺により、弟の服部正主が、服部家の家督を継ぎ、服部岩見守る藩蔵を襲名した。 正重が家督を継いだ時期は不明であるが、大久保長安に預けられた後、上位により、長吉から半蔵と名乗り、また伊豆守を名乗ったという記録があり、また、佐渡島周辺の寺社には、服部半蔵が金山同心を務め屋敷と領地があったとの伝承が残る。さらに正成が改役され、掛川へ移った後の慶長10年2月、 徳川秀忠の上落に従った家臣の中に、鉄砲奉行として、服部岩見守る半蔵の名が記されているため、正成が家督を継承した時期は、正成の海域及び秩居の前後、慶長9年から10年頃と推察される。正成ははじめ、秀忠の故障や家康の近似を務めており、関ヶ原の合戦後は幕臣である、大久保長安の娘婿となっていた。慶長8年、 長安が佐渡奉行に任命されると、正茂は金山同心として、慶長9年頃には佐渡ヶ島港に居住、執務し、長安と共に金山政策を行っていた。慶長18年長安の死去に伴い、大久保長安事件が起こると、長安の一族は失脚し、関係者や縁者らが次々と処分されたが、正茂は長安の娘婿という、 極めて近い立場であるにもかかわらず、関わりなしとして、とがを受けなかった。しかし、幕府の目付の訪問を、佐渡で待てという命に反し、対岸の本土である、越後国出雲崎で出迎えたことを咎められて、海域となり、越後国村上藩主の村上義明に身柄を預けられた。以後29年を、正しは、村上藩に仕えることとなる。その後、 村上義明の子である村上忠勝が改役され、代わって堀直よりが村上藩主になると、正茂も堀家に預け替えとなり、堀家に二千石という交流で仕えた。寛永十九年、堀直定の溶接により堀家は断絶、村上藩が一時廃藩になると、正茂も暇を出され、浪人となった正茂は息子らと共に、甲州へ移り住んだ。 五年後の寛永十四年、甲州で実居していた、正重の元を、正成の家臣であり大阪の陣で共に討ち死にした、長島御左門の子である同名の御左門が訪れる。御左門は、正成と松尾の次男、服部正時の家臣であり、正時はおじにあたる正重の消息を探し当て、御左門を使わせたのであった。食わない招かれた正重は高齢にもかかわらず、 クワノ藩主、松平貞綱に二千国の上席年寄りという、破格の身分で仕えることとなった。この時すでに、正成の妻である松尾と、正成の長男である正幸は他界していた。また、正重の長男服部正吉、次男の服部七郎シチエモンのも、千国の部屋住みとなり、貞綱に仕えた。以降、服部藩蔵家は、クワノ藩の過労職家として存続する。 その後、大ハットリ家は、明治時代まで続き、桑名藩家老、三重県の区長等を務めた十二代、ハットリ藩蔵正義を最後に断絶した。正成の妻の松尾が、桑名藩主、松平貞綱の姉であることから、正成の子、正時らもまた、桑名藩に仕えた。この家系は、小ハットリ家と呼ばれ、血統により、藩主一族の扱いを受け、 前日の服部半蔵屋以上に優遇されていた。松尾と正時の墓、正しら、服部半蔵家の墓は、桑名ナにあり、正時に続く小服部家の墓は、桑名ナのほか、半ン郎を務めた今治と松山にある。伊賀同心の支配役が開域、沉居の後、戦場で、行方不明になったことから、遺説も生まれている。 幕府に殺されることを知ったマサナリと労働は事前に、格作し、大阪夏の陣の折、戦場の混乱に紛れて脱出した。彼らは、伊賀国家家基礎与野省の戦賀時国にて、服部氏の庇護のもと隠れ住み、マサナリは、服部氏、安田氏の宴石にあたり上島市着流でもあった、花垣かしお城主、本田武平安坊主、英才とその妻である、 地下地の利忠女子の娘をめとり、はっとりほら、はっとり安久、はっとり安蔵、はっとり渡る三左衛門の四人の男子を設けた。幕府による逃亡者狩りが収まった頃、正成は、上島影康の家に、長男のほらを託すと、妻子や老頭と共に密かに、伊賀を出立した。伊賀を出た後、一行は服部氏、はっとり安田氏の園籍を、頼りへ自然、越中を経て、 越後村上藩へ逃れた。途中、正成は彼らを手助けした安田総英のもとに次男の安久を託し、同地にて定住を選んだ老頭たちと別れた。正成は妻、三男、安蔵、幼児であった渡る三左門のみを連れ、老頭らの住む場所からも離れた手つかずの荒地にたどり着くと、正近と名の読み方を変え一家で開拓を始めた。 彼らが住んだのは、複数の藩の領地が入り組み、幕府の追跡が及びにくい土地であった。やがて周辺の農民も開拓に加わり村が、作られたという。正成は、慶安4年9月20日に75歳で、没死、自転保守商院、赤月新美堂大孤児の法号で付近の菩提寺に、葬られた。後に三男の安蔵が家督を相続し、藩より、木畑脇を許されて、 小屋を務めたという。四男の渡る三左衛門の家は四代後に、江戸へ出て後、消息不明となった。越後において正成は、父正成が、小田原の役より旗差し者に用いた矢外者を、家紋として定めた。以外と逃げ延び世の後にて妻子と共に陰性していた、正成は、ある時僧の姿に変装して一人で姿を消した。大阪の陣で武君を立てて、 再び幕府に召し抱えられることで、自分たちに言いがかりをつけて処罰しにかかろうとすると、勘ぐった伊賀の同心たちによって暗殺された。等の説がある。漢方元年に成立した武徳編年修正以降の資料から、服部正成の海域は笹寺で起きた伊賀同心の立てこもり事件と、それに伴う逃亡者の5人残殺事件が原因で、あるとの記述が見られるようになり、 現代においても、しばしば娯楽作品の題材とされてきた。しかしながら、武徳変年修正以前の資料や正成の次男が、幕府へ提出した訴状の内容とは大きく異なる。ことや、歴代の半蔵の中に幕府を追われた正成と、服部家の不遇を、と追われた、菅原道真になぞらいた死を残した者がいる。ことなどからも、正成以降、 九章松平家に仕えた大将服部家では、正成は無実の罪であると強く考えられてきたことが伺われる。伊賀同心の立てこもり事件と正成の関わりについて、武徳変年修正以降の資料の内容は共通し、むね以下のように記述されている。徳川家から指揮権を預けられたに過ぎない配下の伊賀同心を、さながら自分の家来であるかのように振る舞った。 私的な自宅の修繕までも申し付け、従わない者は不前米を差し押さえるなど、手ひどく扱った。そのため、伊賀同心たちは反発し、慶長10年12月、200人の伊賀同心が、亡命安を掲げて武行所へ訴えた後、四谷朝禅寺に武装して立てこもり、正成の解任とよりきへの昇格を要求する騒ぎに至った。このため幕府は、童心に、火はなく、 マ成に問題があったとして立てこもった者を解放し、要求通り、マ成の伊賀同心200人組頭の役を解き、新たに4人の組頭を置いた。マ成は、伊賀同心を逆恨みし、幕府に対し、立てこもりの首謀者10名の死罪を要望した。新たな組頭らは、首謀者10名を捕らえたが、そのうち2名の者が逃亡し、江戸市中に潜んだ。 正成は彼らを探していたが、ある時、逃亡した同心の一人が門前を通るとの方を、聞き、門前で待ち伏せたところそれらしき人物が通りかかったため、白中に背後から切り捨てた。しかし、切り捨てたのは、伊賀同心と全く関わりのない別人であり、当時の関東総大官伊那中二の家のものであることが分かった。正成は、伊奈に対し、見誤って、 人違いで切ったと陳謝したが許されず、当時頻発していた辻斬り事件の影響もあり、江戸市民に、正成が辻斬りの犯人であるという噂を立てられたため、これを重く見た幕府より、改役出家を命じられた。しかし、笹寺の立てこもり事件を詳細に描写したこれらの資料の多くは、事件から100年以上経過した後に編纂されたもので、あることや、 逃亡した同心を発見した、正成なりの心情や表情、残殺の様子まで、細かに書かれている、創作的表現のものもあり、すべて真実と見るには疑わしい。江戸城に、極めて近い笹寺に武装した数百人の、伊賀同心が立てこもる騒ぎは幕府に対する反乱と、もとられかねず、白昼の市中で大見旗元が、残殺事件を起こすことなど、当時の江戸においては、 大きな事件であったとみられるが、武徳変年修正以前の官営後期に成立し、江戸市中の出来事などを記録した、県文集や、1624から1644年成立の、東大期、1663年に正成の子である、正時によって幕府に提出された、服部源り玄門訴え昇格等には見られない、記述であり、正成の過役に至る経緯が大きく異なる。 また、伊賀道真が立てこもったとされる笹寺の寺氏には、そのような立てこもりは記録されていないという一方で、伊賀社遺書をはじめとする一部の遺書書には、30人ほどの伊賀社が四谷朝禅寺に集まった後、中野にいた将軍、秀忠の前へ出て、直訴に及んだという通説とは異なる言及がなされている。事件の内容がすべて真実であるのかは、 現在も判明していないため、今後の研究を待ちたい。正成が父正重より受け継いだとされる武具や、勘定などのほとんどは、慶長9年の江戸城火災による、屋敷の累焼や海域、大阪の寺の混乱等により失われた。唯一残るものとして、東京国立博物館に、服部半蔵正成の名を刻んだ、関金久の大宮里が所蔵されている。ありがとうございます。